はい、どうもファンネルです。ではブラボーチーム続きをやっていきたいと思います。はい、じゃあ進んでいきますよ。まだステルス状態だと思うんで。よっ、なんか兵士歩いてたんだけどね。よいしょ。もうバレたの？身を隠すんだとかって。バレんだろ。バレたバレた。進んでいくよ。敵出ないうちにね、先に。なんだこいつ、なんなの。すげえ位置いたけど、こっちからは進めないのかな。こっちから行くには行けるね。やべ、この位置はまずい。痛い。ちょ、お前そっち。そこに敵じゃねえのかな。よいしょ。よいしょ。えい。これは四方八方囲まれてたパティーンですね。顔出せ顔。ああ、来ちゃった。味方有能すぎるな。でもここはもうまずいよ。ちょっと先に進む。あのドアでしょ、どうせ。よし、入るよ。なんだなんだ。敵だった。よし、これが鑑定だよね。またちょっと今回の動画上向いちゃってるかな。大丈夫かな。なるべく私が気にして下向くようにしないといけないんですけど。おお、もうだからこの突然のはちょっとやめてほしいかな、個人的にはね。私間違って移動する。私リロードリロード、終わった。この向きだと敵撃てねえんだよな。先に進んで。よいしょ、リロード。そこにいるね。ちょっと待って、正面のあれだね。痛い。ダメかも。いって。しゃがんでるのに撃たれるのはどうにかしてほしいじゃん。急に難しくなったのは何なんだろう。よいしょ、ショットガンなんだよね。いって。いかんね。助けて。はい、ありがとう。オッケー。左から行った方がいいかな。ん？こっちいないよね。よいしょ。いるね。よいしょよいしょ。あんまり進まないでいるのもね。よいしょ。リロードイン、リロードイン。走ってるし。ショットガンだよね、いたの。こいつは。ちょっと下向き加減でやれ。ダメだ、どうしてもなんか上向いちゃうな。よいしょ、リロードしてるね。よいしょ、いって。助けて。後ろもなんか今いたね、人。はい、ナイス。こっち側に移ってリロードしなくていいの。あれ、あれ、クマねえのか。参ったな。で、弾補充。
いいとこで弾なくなるよね。よいしょ、またミスった場所場所ミスった。表示出るんだもん、しょうがないさ。はい、ナイス。後ろ、なんだあの人。なんか大変なことになってるよ。やばいよあれは待ってよし、やべ、進むべき道間違ってんな。後ろ、あれ道どこだっけ。こっちだよね。失礼失礼、上行くよ。よし、で上でドア入れんだよね確か。よし、あれ OK で中に入って、いや大変だな。しかしここは弾薬補充ね。よし、銃の位置がおかしかったけど、始まるの早いし。ちょっと待って、銃、オッケー。あっち、あっち待って、もう私腕の骨折れてましたからね、今銃の向き的には。で左行って、ちょあれ行けねえの、そこにしか行けねえの。ここはまずいんだって、頭出てんだから。ここ開発の罠ですからね、しゃがめねえんだから。ありがとう。先進んで、いっぱいいるね。ちょっとで隠せないんだ後ろに敵はいなそうね。はい、サンキュー。近接キルみたいなの持ってってほしかったな。そっか、ここで大統領のテレビか。大学補充。彼女よ、トーマ大統領。これはライブ映像だろ。確認した。これは生中継よ。生中継？システムにアクセスしてみる。これで映像と音声を受信できる。まあ、何言ってるか分かんないですけどね。まあ進んでいきますか。これまでの歴史を例に挙げて、国民は勇敢で忍耐強いと言ってるわ。どういうことなの？死んでます。いた。ショットガンはやばいよ。ショットガンはまずいって。黒幕は最初からトーマ大統領だった。そう。よし。あなたたちがこの遺体は大統領の閣僚たちのものね。邪魔者はすべて排除する気よ。いた。あれ、死んでる状態になってるけど、ちょっと会話やめてもらってもいいですか。どういうことなの？これは大統領の退陣演説じゃないわ。悲しみも悔しさ、この遺体は大統領の閣僚たちの。よし、これさ、この位置行ったらやられるんだよな。いた、そこにいる。ショットガン兵がいっぱいいたんだね。黒幕は最初からトーマ大統領だった。後ろ向く、よし。あなたたちが危険な目に遭ってるのは、ライオンの死も彼女の責任。
とりあえず、はい。よう喋る女だな本当に。こっちに喋らせないつもりかよ。その位置はまずいって。とりあえず我々の任務は、まあ、ここからの脱出みたいな感じになってるんですけど、まあ、黒幕は大統領だったってことですね。で一応ね、選択肢としてそのまま脱出ヘリコプターでするか大統領を追うかっていうのあるんで、後ろにいる、後ろじゃねえだろ、全くね。それで、私は一応大統領を追う方に、今回進みたいと思いますんで、で大統領を追った後もちょっとね、また選択肢分岐しますんで、リロード、弾補充、身を隠すんだ、よいしょ。で左側に進んでいきますよ。少し障害はあるけどなんとか判別できる。人民議会は右にあるって書いてあるわ。目的地のパレスガーデンはその逆、左に向かって。ブリーチングチャージはあと1個しか残ってないみたいね。大事に使って。はい、でここで左行くとそのまま脱出する道になりますんで、右側に行くと大統領を追う、分岐になりますね。なので私今回右行きますよ。ブラボー、何が起きてるの？ちょっと先進んで、なんだ大統領追いますよ。なんか銃がジャムってんな。やべえな、これちょっと位置変えないと。ちゃんと考えないと。気持ちはわかるけど、大統領の後を追うつもりならこれ以上守ることはできない。そうなの？まあある意味っていうか独断ですけどね。リロード。弾薬補充はできないんだっけ、もう。はいよ、右側いるよね。あれ右側じゃねえ。リロード。援護するぞ。お前そこいたら俺撃てねえぞ。よし、取っていいかな。よし、後ろ行ったね今。後ろ向くよ。何やってんの、私撃てないよその位置。よし、後ろ向いて。リロードしておけ。ここですね、ここが大統領いるエリアになりますよ。でなかなかの精鋭が出てきますんでね。よいしょ、一網打尽だ。エリートの動きじゃないよね。ちょっと先進むよ。リロードリロード、死んの？よし、左側いるね。ちょっと車側に行きたいんだけど、リロードじゃねえや。このエリートすげえ強えなやっぱり。よいしょ、はい、来ましたね大統領。これですね、分岐。悪い大統領は私が倒します。今すぐにヘリに向かって、あとはこっちに任せて。はいよ。でヘリに向かうのが道があっちなんで、
もちろんこれ大統領を、ね、撃たないっていう選択肢もありますんでね。私それで前回ね、この動画またちょっと撮り直しというかね、撮ってた時ちょっと大統領を逃がしたので、まあ逃がしたって言い方はちょっとあれか、撃たなかったので、よし、これで脱出エリアに行きます。左のルートを選んだのと同じ一応道になりますね。これはは、はい、はい、怒ってますね。そう、この位置はまずいな。頭ねえし、あれ取ればいいか、あれ取れば補充されっかな。まあされるわな、あっちがやべえんだよな。はいよ、左側いますね。ちょっと待って、リロード、強いでしょう。で塹壕のとこ行くか、塹壕あれ、よし、右にいる？痛い。タフだね。ちょっと下側向きつつ、あれ左から行けないんだっけこれ。よいしょ。痛い。よし。はい、撃つ撃つ、ちょっと下向きつつだよ私。弾薬補充、左いるね。あっち、あっちに移動、右いるね。あれ当たっちゃってんだよな助けて助けて、後ろもいたか、まだ。すまね、左いいんだよな、左を無視した方がいいのかな。あれさっきあっちエリア行けたよね。よし、なんでそんな遠回りすんのいつも飛び越えてたじゃん。そして味方が私の、よし行くよ。これでヘリ行けるか、ベンチ裏に行って、よしヘリ行った、よしオッケーオッケー、これでやられなければ、よし来い来い来い、おいこっち来て早く、オッケー。あとは何て言われるかですね、戻るときに。これで一応クリアにはなります。よし、ティンマン、スケアクロー、本当にお疲れ様、二人のサポートができて光栄に思う。さあ本部に戻ってきて。辛い選択だった、連盟は関与をきっぱりと否定するでしょうね。残念ね。人の価値は信念で決まらない、行動で決まるの。味方を集めた方がいいって我々個人的に、個人でそんなことできんのかなこれで終わりですね。よし、多分ロゴが出ると思うんですけど、はい、ブラボーチーム、いやー終わりましたね。おお、ということでね、
一応選択肢としてはあのラスト直前ですね、あのそのまま、ヘリで脱出するか、もしくは大統領を追う、で大統領を追った先でまた大統領を撃つか、そのまま見逃すかっていう、その3つの選択肢ありますんで、はい、皆さんもぜひね、他にも2つ選択肢ありますんでやってみてください。はい、ということでこれはちょっと飛ばさせていただきますね。はい、ということでブラボーチーム無事クリアしました。はい、なかなかね、VR でこういうゲームやったことなかったので私、はい、すごい楽しかったですね。で、私はあの CPU っていうんですか、コンピューターのフレンドっていうのかな、あの仲間とやりましたけども、このゲームモードでオンラインパートナーと、あとあれですね、自分のフレンドと一緒にやるフレンドパートナーっていうのもありますんで、まあやれる方はこの2つでやった方がより楽しいと思いますんで、ぜひねやってみてください。あとはね、難易度も、ハードもありますし、あとシングルのこのハイスコアモードなんかもありますんで、ぜひやってみてください。はい、では、ブラボーチームですね、以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。さようなら。